福大トンネルの西側出口。撮影当時は一般部が完成し、暫定に車線共用中。高速部は出口上部から橋台上に進出する予定であった。福大トンネルは福岡県福岡市場南区方へ、梅林間にあるの道路トンネルの名称。福岡高速環状線、国道202号福岡外環状道路における唯一のトンネル部分である。 本トンネルの名称は福岡大学キャンパスの直下を通過することに由来している。福岡外環状道路の上下線と福岡高速環状線の上下線合計4本のトンネルで構成される。内側の2本は有料道路部の上下線であり、その外側に一般道路部の上下線が配置されている。全長は一般道路部が 約八百七十メートル、有料道路部が約七百六十二メートルである。副大トンネルの地下には、並行して共同校が全区間に、また、福岡市地下鉄七熊線のトンネルが西側区間において併設されている。広報としては、開作広報が用いられている。南部広報にて建設された季節トンネルの真上に近接して、開作を行わなければならないため、 季節のトンネルに影響を及ぼさないように配慮がなされている。掘削度量は約40万立方メートル。最大掘削深さは約17メートル。コンクリート使用量は約9.2万立方メートルに及ぶ。また工期を短縮する必要性から現場合成式ボックスカルバート工法という特殊な工法が用いられている。これは工場で製作された大型の部品を 門型に組み立ててからコンクリートを打設する工法である。従来工法よりもコストがかかる反面、現地で型枠や足場を組み立てる必要がないため、工期の短縮が可能となる。本トンネルは福岡大学キャンパスのグラウンド等を改作して建設されているため、工事期間中は大学側等に代替グラウンド等を提供しなければならないが、 高期を短縮することによって、借地量を削減することができる。福岡外環状道路が計画された当初は、他の区間と同様、地上に建設する予定であったが、キャンパスを分断されることになる、福岡大学の反対により、福岡大学キャンパス内を地下トンネルにて通過させる、計画に変更された。ありがとうございます。